次は明治32年の今日、北海道旧土人保護法ってのが出されています。旧土人とは一体何だと思ったら、なんとアイヌ人のこと。おかしな呼び方をしたもんですね。そのアイヌの人を保護するのはこの北海道庁。これは明治時代のアイヌの人たちの生活ぶりなんですが、ところでその保護法ってのが素晴らしい。アイヌ人がもしお百姓をやるんなら、一軒につき1万5000坪以内に限りタダでくれる。いい話だね。それから貧しい者には農具を貸してやるし、また学校に行くんなら授業料も出してやるってんですからね。しかし江戸時代は松前藩の領地で随分いじめられたらしいですね。さて今はというと、アイヌの人たち北海道の観光ブームに乗って人気者。しかし惜しいことに、アイヌ風俗はだんだん失われていくってんですが、一つこうした風俗を保護する法律も作ってもらいたいもんですな。